はいどうも、クリスのバスケ日記です。今日はあ、逆だね。ナイキバイユーが届きました。中身は KD の13です。 KD の13、ちょっと光の調整するね。よいしょ。はい、 KD の13ですね。このモデルになってます。これをなんとなんと、あのディフェンスデザイナーからなんかいただきました。あざっすあざっす、なんかくれました。はい、これを今回はレビューしていきたいと思います。 KD13 がどんなシューズかっていうと、まず KD、 実はこれは ID なので EP ではないです。EP にバツってここに書いておくね。 EP ではないモデルになってます。で、じゃあまず、じゃあ市販のモデル、じゃあこういうやつがどういうモデルなのかをまず紹介していきたいと思います。これは、横幅がまず広いです。 EP モデルっていう市販のモデルはまず横幅が結構広めですね。で、最近接客してたんですけど、カイリーが入らない人が意外と入るっていうような感じの印象を持ってます。何人かそういう人が接客してていました。で、あとは甲が高いです。甲っていうのはもうここの高さですね。ここの高さが高いので、ここが高い、もう本当に幅広、ここが高いっていう日本人の足にすごく合ってるようなシューズになってるので、結構いろんな人履けると思います。で、他の性能的な部分に関しては、まずクッションに関してはエアーズームを採用してます。エアーズームってのは、まあ、反発吸収程よくどちらもやってくれるよみたいな感じのクッションになってます。で、それがこのインソール、中のインソールの直下のここの部分にフルで入ってます。フルレングスってやつですね。なので足の裏全体に、クッションがあるので、めちゃめちゃブニブニするような感じです。このフルレングスのタイプのエアーってのは、KD、 この KD13 とか、あとはレブロン18、あと他に採用してるものだと、PG5 とかもそんなようなものを採用してます。だからここがもうフルで入ってるので、めちゃめちゃ気持ちいいような感じになってます。で、かつ母子球、まあ、これちょっと色変わってないんですけど、他のやつは色が変わってて、ちょっと写真載せておきますね。裏がもう一個ズームエアここに入れてるという感じです。なのでこれによって、走り出しの時とか飛ぶ時の、クッションのサポートになってくれてるような感じになります。だ、飛びやすく、着地のサポートもしっかりして、ブニブニして気持ちよくバスケできるっていうようなシューズになってます。フルレングスの PG5 レブロンとの違いっていうのは、まず PG5 との違い、 PG5 はフルレングスだけで、かつナイキエアーっていうようなものを採用しているので、どちらかというと着地のサポートっていうような感じです。ただこっちは、ズームエアなので、どちらかというと飛びやすいよっていうものもサポートしてくれてます。で、次、じゃあレブロン18との違い、レブロン18は、フルレングスで、さらにかかとにマックスエアを入れてるので、飛びやすい、かつ着地のサポートをかかとでしてるっていうような感じです。これは飛びやすいに飛びやすいをかけてるようなシューズになってます。で、あと何かあったかな、話さなきゃいけないこと、シューズに関してちょっと待ってね、まとめたんですよ僕。これ前も言ったけど、バッシュ解説で絶対グリップ力に関してはぼちぼちです。エアズムビビネクソとか、あとは PG5 の方が、グリップ力に関してはいいです。ただ別にこれがすごく悪いってわけではないんですけど、体育館との相性がちゃんと出ちゃうようなシューズになってます。あとは適正ポジションは、まあ、PG5 でも言いましたけど、ある程度何でもできます。このシューズはある程度何でもできます。欠点がそんなにないようなシューズになってるので、ある程度何でもできるんですけど、まあ、3、4、5に関してはもより合ってるかなっていうような感じです。まあ、別に1、2番でも問題なく履けるとは思いますけど、まあ、1、2番にはもっと合ったシューズはあるよとは思います。ただまあこれがいいとか、この履き心地が最高なんだっていう人は全然これで、まあ、問題ないと思います。あとは欠点は、でも KD の欠点って、昔の例えば KD8 とか、それ、9とかの欠点っていうのは、エアがマジですぐ潰れるっていうような感じだったんですよ。ただ今回というか、その KD11 からかな、これが13なんですけど、11、12、13と、ここの部分に関してはエア潰れにくくやっぱなってるんですよ。11でリアクトで囲って、やっぱ
あのエア外に見えないようにしようっていうの形になって、エアを見えないようにしてから全然潰れるっていうような話を聞かないので、あの前本当欠点はそんなにないかなと思います。であとは適正、まあ、得意なプレースタイル、何でもできるなって感じです。何でもできます。別にこれはセンターだろうと、もうポストプレーもできますし、クッションあるからリバウンドも絡めますし、めちゃめちゃいいシューズなので、まあ、よかったら試してみてください。で ID に関して、 ID に関しては、ちょっとやっぱ値段が上がります。で上がって、この値段が元々の値段がこれで、 ID になった瞬間これっていうような感じになるんですけど、横幅が狭くなっちゃうっていうのが欠点と、あとワンチャン壊れるのが早い可能性があるっていうような感じになりますと、あと届くのに 2,3 週間かかります。僕も今回なんだかんだそのコロナの影響とかまで3週間ぐらい待ったので、3週間ぐらいかかっちゃうかなっていうような感じです。で、あとは今回 KT の ID に関しては2種類、サイトの方で、公式サイトの方で出てるので、まあそんな感じなので、はい、もし気になる人いたらぜひお店で試してみてください。以上です。あざした。